この間もグリーンバック、あのね、緑にした時に、ちょうどその日にグリーンバックの仕事があって、めっちゃ頭消えたんすよ。で、解説なのに、帽子かぶって解説したんすよ、その日。抜けないように。そう。そんな綺麗に抜けないんすね、はい。いや、そう。髪色でも。いや、ほんと、俺ね、余裕だと思ったんすよ。うん、前回の緑にした時は、抜けなかったんすよ、そこまで。なんか違和感あるぐらい。だったから、今いけんだろうと思ったら、綺麗になんかね、全部抜けちゃって。ちょっと鮮やかすぎたっすね。そう。ビーストメンバーの感想を教えてください。感想ね、驚きと想像通り。まあ、大輔さんとかね。まあ、あるかなと思ってたし。でもなんか、いい化学反応が起こってほしいなと思いますね。やっぱりあの、桜ナイツが入ってきた時に、すごいやっぱこう、一つ M リーグが、また、あの、面白みが出たというかね、すごいニュースだったんで。今回のビーストもね、4年ぶりの新チームということで、やっぱ相当僕はね、期待してますね。いろんなことを。いろんなことを。チームの成績ももちろんだし、その M リーグ全体に及ぼす影響もそうだし、その先の麻雀業界にね、及ぼす影響力っていうのはすごく期待したいですね。はい。連盟全体での VTuber と麻雀のコラボ等の企画、提案などの話題って理事会内であったりしますか？理事会で話す話題じゃなさそうだけど、あるんじゃないですかね。うん、理事としてなんかって聞かれたときに答えられることはとりあえずないです。仮にあったとしてもね。はい、まずか、あるなら酔ってないんで。でも酔ってんの？俺は大丈夫。ああ、俺も大丈夫。あ、全然ない。あれ行きますか？1時間1回聞いてください。はい、はい。僕らも忘れちゃうんで。はい、あの、酔ってますかって。皆さん、1時間に1回酔ってますかと聞いてください。今から、1時間に1回、次9時半に聞いてください。9時半になったら酔ってますかって聞いてください。この間ね、そのね、それ桜ナイツの弁当争奪スマッチっていうやつだったんだけどね。あ、やってましたよね。この間ね、うん、近所のね、マックに行ったんですよ、俺、はい。マックなんてほとんど食わないんだけど、もうなんか、何でもいいからちょっと食いたいみたいな、朝起きて。うん、でもなんか、酔ってたじゃないですか。酔ってない朝だけど。朝で昼ね。昼。起きてすぐで、風呂も入らずに、ちょっと汚い格好で、メガネかけて、行ったんですよ、近所のマックに。でね、店員さんがやってくれて、お持ち帰りですかって、お持ち帰りです。じゃあ、この番号札待っててくださいって言って、番号札渡されて、その待合席みたいなところにこうって、振り返って歩いていくことしたのね。うん、したら、その対応してくれた店員さんが隣のことね、M リーグのねって言ったの。やべえ。こんな汚い格好してるとこバレちゃったと思ったの俺。はい。M リーグのねって話。で、振り向いたら、目あって。で、気づいてないの、はい、俺に。あ、違うの。本当に普通に M リーグの話をしてたんだなと思ったの。でね、あのね、この間 M リーグのね、渋川がさ、2回連続で100万報酬してね、日吉がめちゃくちゃ面白いんだよって言ってんのを、俺が待合席に歩いてる背中越しにしてんの。俺もうさ、いやー、てか俺、もうバレられないよ。めちゃくちゃ汚いスウェットとさ、メガネでさ、マック行っちゃってるからさ、もうバレらんないわけ。もう最後まで下向いて、物取って帰ったよね。だけどね、マックの店員の若い男の子二人でその話をしてたの。もうお客さんが俺の後いなかったから。麻雀ってこんなに流行ってんだなって思ったの。確かにね。びっくりしたから俺。100円のマック2個買っただけじゃないですよね。ちゃんとセットで。俺ね、セット買わないんで、なんかね、ポテトと、ポテトだったの。ポテトとなんかね、何？ハンバーガーみたいなの買って、はい、でね、待ってたんだけどさぁ、よかったなぁと思ってさぁ、もうマジでさぁ、もう。じゃあ、あれ日吉じゃねあれ日吉じゃねってなった後に、試しにエメリグの話してみるってなってるかもしれない。いや、でもね、本当に、じゃあこの番号札でお待ちくださいって言って、はいって言ってもらって、振り向いてすぐエムリーグのねってなったから、そんな打ち合わせする時間は絶対ない。っていうか、本当に気づいてなかったと思う、俺に。そうですね。おそらく。そう、絶対そう。まあ、笑っちゃう。俺、あれ、一番最近で、ね、ドキッとして、でも、マージャンの広がりをね、感じた瞬間だったな。一番声かけるの、ガセさんね。これじゃん。だって、ガセさんと松はもうやばいでしょ。うん、まあ、滝沢さんとあれですよね。松山行った時に。ああ、そうですね。うん。俺と滝沢さんと、ひなたさん。ひなた。で、うん、空港にいたんですよ。うん、うん。で、まあ、一緒にいるんですよ。うん、うん。俺だけに気づくんですよ。みんな。で、横にいるんだよ、木沢さんと日向が。松ヶ瀬さんですよね。あ、写真いいですかって言われるんだけど、いや、隣見て、隣、両サイド見て、って、全然気づかないんですよ、意外と。
で、なんか、俺だけ一人、なんかね、写真いいですかって言われるから、ま、うん、あ、大丈夫です、つって、こうやって写真、こうやって一緒に撮るじゃないですか、うん。で、いるじゃないですか。うん、気づかれてないんですよね、あれね。そうそうそう。全く気づいてない。で、それでありがとうございましたって去ってくるんだ。そう。やっぱりだから。いや、だから、なんかでも、うん、そこに、滝沢さんと日吉さんもいるよって言いたいけど、なんか、ちょっと言いにくいじゃないですか。それが伊達さんの優しさなんですよね。気遣って、うん、オフだしなとかね、うん、ちょっとそういうのもありますよね。なんならちょっと心の中で、いや、もう二人いるから巻き込むか、とも思ってるけど、うん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 、なんか言いにくい。俺絶対呼んじゃいますね。絶対言う。絶対言う。絶対言う。清様いるよと思って。うん、ちょっとサービスかなと思って。うん、タッキーは、で俺の試合によってやっぱ俺より竹当然気づかれて、うん、あ、滝沢さんってなって、ああ、また気づかれてるなと思うと、いるよみたいな。いや、いるいるみたいな。やるよ。ベストバウトね、うん。なんかね、やっぱシーズンオフになると、はい、そういう番組の企画があったりするんですよ。来年、ね、来シーズンに向けてのベストバウトを聞かせてください、みたいな、うん。だからね、ベストバウトね、いつもね、メモしてあるっていうか、その、僕もチェックしてるんですけど、今ね、思い出せって言ったらなかなか難しくて、それがね、今年なのか去年なのか分かんないね、もうね。そう。それがあるのよ。あれって去年じゃないんだよ。あ、それ今年か。あ、そうだったっけっていうのそうそうそう。ね、そうですね、なりそうですね。やっぱさ、最近のその、やっぱ名シーンとかいっぱいあるにしても、うん、最近の一番はさ、もうみんなも見てるあの、滝沢、堀、黒沢の、あの絡みのやつあったじゃん。あれがやっぱ、でもあれ去年だよね。あれ今年じゃないんだよね。今年もね、でもね、いくつもあったね。名シーン、ベストバウトっていうのはいっぱいあった。名シーン多すぎて。多すぎる。ガセさんの売り店のウーマンでしょ、うん、あれよかったよね。だってさ、すげえ強烈に残るじゃないですか。うん。そもそもペンチャン外しときゃあんな手順にならなかったんですよ。あれやられて、何チームか死んだよね。そう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 。俺ね、その背景を覚えてて、あ、これガセさん積もることが、どっか忘れちゃったけど、どっかのチームはこれで終わったみたいなぐらいの積もになったんだよな。あのね、名曲ってね、その曲が素晴らしいってのもあるんだけど、やっぱね、背景がやっぱ素晴らしく、背景がないとね、なかなかね、こう、際立たない。最強戦とか特にそうで、やっぱ役も上がることはもちろんすごいんだけど、それによって負けちゃう、負けが確定するという瞬間だからね、よりこう、感情移入しやすいというか、盛り上がる。M リーグも、ちょっとすみません、これめっちゃうまくないですか？めっちゃうまいです。めっちゃうまくないですか、これ。そうですね。そうです。はい。昨日いただいてきました。昨日俺たちで本当にもう、明日俺たち二人行って、ガセさんに卵料理対決挑むかっつって。何もいらないっていう。そう。何も言えないはないよねって二人で相談してて。卵、一番、街で一番高い卵を買って、卵料理対決挑もうと。で、俺は多分何もできないから、最後このソースかけて終わらすっていうことでもらったソース。ああ、なるほど。それで勝つだろうと。さすが料理人だね。さすがですね。いや、すごい。それを、まさにその説明を受けてきて。ほんとそう。やっぱわかんだね、うん。あのね、使い回しって意味じゃなくて、うん、そのオムレツとか、ミートソースのパスタにこのソースを使うやつなんですね。そう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 。じゃあこれオムレツでいただいたんですよ。そう。そう。オムレツにかかっても美味しいし、多分そのパスタにもいけるし、肉料理でも多分ね、そのソースとして代わりに使えるんですよ、これ。なるほどね。うん、そういう、やっぱリンクすんだね、パパッとね。おやすあんこかっこよかったですと。おやすあんこね、たまったもんじゃないですよ。やられた本人は。やられた本人はね。うん、大事なところで、うん、スッって一発持って、もうなんか、うん、もう1000オールみたいな感じで、うん、1万6000オールみたいな感じ。あれなんでそうだったか知ってます、うん、まだ勝ちが決まってないから。もうね、5000回聞いてるから、もう俺はそのまま言えるの。あれ勝ち決まってないからなんですよね。そうそうそう。まだまくられたらダサいから。いや、うん、もうちょっとか、なんだろう、盛り上がると思います。オーラスだったら。そう。勝ちが決まってたらね。オーラスとか。もう決まりでしょ。勝ちが決まってたら、2、6オールぐらいの感じだと思いますいやいや、結構まくられると思いますよ。いや、親ですよ、だって。ピン6オール、あんまりまくられないじゃないですか。あんまり。うん、たまに枕、油断なんだよ。まあ、赤ありで、あのルールだと、たまになんか親で突き抜けると、あるんですよね。うん。うん、で特に後半だから、うん、いじめられるケースもなくはないからね。まあでもあの時はもうそうでもなかったのかな。まあ、チーム状況的に。まあ、アベマズに迫るかっていうところだったよね。うん、あれって、結構抜けですファイナル、セミ？ファイナルですよ。あ、ファイナルか。じゃあファイナルだったらアベマズ、あ、でも、あれで、めっちゃ迫ったんだもんね。そしたらひさちゃんと松で、まっちゃんにやられちゃったじゃないですか。ひさちゃんあれさ、ね、だってあれでさ、いよいよアベマズ捉えるぞ、ファイトクラブみたいになって、で、ひさと行ってさ、で、
発酵したんだったんだよ、久ちゃんね。本当に、がっくり来てて、ね、はい。俺も初めて見た、あんなの。びっくりしました。あーっていうか、もうなんか。ごめんとか別にないわけ。ごめんはないです。あ、ないんだね、やっぱり。なんか、チートイに受けてたら、まっちゃんからウーマン上がれてたのかもな、みたいなのが一個あって、それを伊達ちゃんがつついてましたね。え、でもそれでいい。それでいいと思うの。プロなんだから。まあそうだね。でもね、あの。どんな感じで言うんですか、それ。いや、だから。チートイツ、あの時。ヒサトさんって言うでしょ。あの時、チートイツ、もちろんチートイツ気づいて、チートイツ行かなかったですね、みたいな。うん。なんかそんな感じの。うん。いや、まあ、そうだよな、みたいなね。うん、面白い。でも、で、後から俺もヒサちゃんに話聞いたら、うん、あれは本当になんか、申し訳ないとは言えないけど、うん、あれは、情けねえな、みたいな。ヒサちゃん、情けねえなって言うんだよね。うん。あんなの押せないなんて情けねえなとか、うん、あそこで勝てないなんて情けねえなっていう、そういう方するんだけど、そのね、やっぱね、いいっすね、滝沢が、スタンコツ持って、うん、トップ取っていいよ。もう、たる後ろつけたのに、松にやられて情けねえよな、みたいな。うん、あの、ちょっと、麻雀こう覚えてくると、だいたい、結果論で考えると意味ないし、うん、この打ち方したから仕方ない部分もちょっとあるじゃないですか。うん、で、出てくるんだけど、あの人結局究極の結果論者で、うん、結果から辿ってなんかなかったからって必ずやるんで、うん、負けた時に。いや、いいっすね、プロっぽいっちゃプロっぽいかなと思って。9対1の1を行くのは多分無理じゃん。そうですね。でも、6対4ぐらいの4だったら、行って勝てたルートがあったら多分行きたい派なんだよね、きっとね。9対1はもう理論的に多分行けないっていうか無理だから、そんな。まあ大体9ですもんね。ねそんなの無理だから。でも6、4ぐらいだったら多分ひっくり返したい。でも、7、3ぐらいも3、いや、たまにね。そう、多分ね、そういうのでひっくり返したタイプなんだよね。うん、わかる。今このタイミング3だな、みたいな時って多分なんかあると思うんですよ、ね。ある、うん、ガセさん、風吹いてるね。風吹いてる。風吹いてる。それが風だから。そう、それが風なのよ。そうそうそう。うん、なんかタイプ的になんかそれすごいわかるんですよ。俺も6、4の勝負はずっと6取りたくない人だから。で、4で勝てるのに、その4、もったいないじゃないですか。もったい、そう。そう。だから、極論10じゃないですか。そう。そう。そこを欲しいんだけど、うん、それって難しいから、うんうんうん、一旦、なんか難しい、自分で分かんない局面は、確率高い方を選ぶけど、うん、自分の中でいい時は、なんかそっちのね、拾いに行きますよっていうタイプなんで、うん、その方がなんかね。それがプロっすよね、うん、でも。その4を選べるのが負けを含めて。それをずっと同じ風に選ぶんだったら、なんかそれはコンピューターとか AI でいいじゃないですか。うん、そう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 。ってなっちゃう。6、4のさ、6を取り続けて、6勝たないからいいのよ。意外とね。ね。うん、6勝てないから、4行きたくなるし。で、1万試合やれば6勝つか、6が6割になるんだけど、1万試合打たないわけじゃないですか。そう。同じ人。みんなが6だと思ってるやつ、実は4なんじゃねっていう時あるんだ。おー、いいよいいねこれは、まあ、いい話できたよ。そうそうそう。6なら対処もありはしてる。ちょっと待って、一回聞いていい、はい、酔ってないよね。酔ってない。大丈夫。よし、大丈夫。これ一応確認、今、めちゃくちゃいい話。